こちらも心待ちにされている方も多いでしょう。休止が続いていたリーグ戦再開の日が決定しました。 J1 に関しては7月の4日、再開と、させていただくことを先ほど決議いたしました。はじめは無観客で試合を行い、早ければ7月10日過ぎから段階的に観客を入れる可能性だということです。そして検討課題となっていた選手の検査については、国民の、皆様に、ご迷惑をおかけしない範囲で、選手、全員の PCR 検査の、導入のめどもつきました。選手や審判、全スタッフを対象に2週間に一度 PCR 検査を行い、費用はすべて J リーグが負担するということです。リーグ戦再開が決まったことにコンサドーレの鈴木武蔵選手は、再開するにあたって、また、相手チームとも、チームメイトとも楽しく、熱い試合ができるのをすごく楽しみにしています。無観客でも本当に熱くてワクワクするような試合を、絶対したいので、テレビの前でそこは応援よろしくお願いします。いやもちろんスタジアムには行きたいですけれども、始まってくれるということでワクワク。白井さん、本当に野球も含めてスポーツ界全体が動き出しましたね。もうスポーツを通してね、多くの人にやっぱり元気を与えてほしいですよね。はい、いやこういったプレー、そしてコンサドーレなんとか、タイトルっていうものもね、今シーズンは期待したいですね。そうですよね、対戦カードは15日に発表される予定です。またコンサドーレは今日から全体練習を再開する予定です。白井さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。 J1 リーグの再開が7月4日に決定です。これを受けてチャナティップ選手が意気込みを語りました。เราซ้อมมาตั้งแต่มกราไม่ได้แข่งเลยก็อยากแข่งนะอยากแข่ง7月4日に再開が決定したサッカー J1 リーグ、およそ5ヶ月ぶりとなる試合にコンサドーレチャナティップ選手はどんなプレーを見せてくれるのでしょうか。ก็อยากประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยอยากได้แชมป์อยากไป AFC นะแล้วก็ตัวเราเองก็อยากทำสถิติให้มันดีขึ้นมินาซาอิสโมโอเอ็นชนะเนี่ยคุณตัวอริกาโตกุสเซมะตัวไลเกสเนี่ยที่ไออารุมาตาโอเอ็นชิเตคุเรเลบะอุริชิเดตเนี่ยยูโรชิโกนะครับอิมาโยสเกเตเทอะไรอุกายริอุกายวะจิคาระโออาวาเซเตกัมมารุวาโชはい、J1 リーグ再開も決定したということで、ワクワクを、ね、抑えられてない方いらっしゃるんじゃないでしょうか。はるかちゃん、どうですか。はい、そうですね、チャナティップ選手が今また応援してくれたら嬉しいって言ってたんですけども、喜んで応援します。もうワクワクしてます。まだね、無観客ということでテレビの前での観戦にはなるんですけど、なんでしょう、久しぶりにこうコンサドーレのある週末が戻ってくるということで、もう今からちょっとドキドキしてますね。もうはるかちゃんにとってもこう、応援したいこの気持ちっていう、今までやり場がなかったと思うんですけど、やっぱり再会するの本当に嬉しいですもんね。そうですね、ちょっともうテレビの前でユニフォーム着て応援しようと思います。ね、しばらくは無観客ということですけれども、応援隊長と一緒に皆さんもテレビの前でユニフォームを着て、ぜひ声援をね、たくさん送ってほしいと思います。さあ、コンサドーレの皆さんですが、今日から全体練習を行う予定です。7月4日に J リーグの再開が決まりました。コンサドーレも全員集合で今日から全体練習です。初夏の陽気に包まれた宮の沢に選手たちの明るい声が戻ってきました。7月4日に公式戦の再開が決まり、コンサドーレは今日49日ぶりに全体練習を再開。およそ2時間にわたり汗を流しました。ペトロビッチ監督も久しぶりのチームでの活動、毎日自炊をして過ごしていたというステイホーム期間を笑顔で振り返りました。うまくできたんじゃないかなと思いますけど、 ペトロビッチ監督も久しぶりのチームで活動、
ペペロンチーノと再開初戦は無観客で実施。それでも自分たちが北海道を元気にと話す選手たちは新たな戦いに向け気持ちを熱くしています。でみんな顔を合わせてまたねここから戦っていくっていう、気持ちになりましたし、画面越しでも皆さんに、ね、熱だったり自分たちのサッカーが伝わるようなプレーをしないといけないなというふうに思います。はい、スポーツです。7月4日に再開を決めた J1 リーグ今後ですが、新型コロナウイルスの感染予防対策としてこういったことを挙げています。少なくとも再開初戦は無観客で実施。そして当面は移動距離が短い少ない対戦カードが組まれる予定です。さらに選手、スタッフ、審判全員にPCR 検査を行う予定なんです。しっかりと対策を行った上で再開されることが決まっています。そして気になるのは対戦カードとかいろんなことがあると思いますが、サッカーご意見番堀さん、はい、これが決まった時はどうでした？もうね、サッカーのある日常が戻ってきたのですとっても嬉しいんですけど、一方で今年無観客試合と多分その後も人数制限されるんだと思うので、はい、そうすると実際見に行く機会は今年、まあ、残念ながら少ないのかなと思うので、どうやって、まあ、例えば中継映像を見ながら応援の仕方あるのかなと、はい、例えばダイレクトにね、自分が例えばチャットみたいにパソコン上で打った声が電光掲示板に反映するとか、あとサポーターの、ね、写真パネルとかをね、はい、スタジアムに設置するとか、まあ、それこそ声が直接スタジアム流れるとか。いや、スタジアム DJ もだからどうするのかなと思いまして、リモートで私も叫ぶことになるのかなとかいろんなことをちょっと考えます ね。どういう応援があるのか今年気になりますよね、いろんな応援の仕方を考えるのも楽しみですね。そして対戦カードも気になりますが発表され次第お伝えします。J1 リーグは7月4日の再開が決定し、チームは昨日から全体練習をスタートしました。みんな顔を合わせてまたねここから戦っていくっていう、気持ちになりましたし、まあ、みんなの無事が確認できて、まあ、よかったなっていうのと、やっぱ今日チャナと会った時のやっぱチャナの笑顔がね久しぶりに見れたんで僕的にもすごい嬉しかったです。晴天の中再開した全体練習、選手、スタッフ全員が集まってのトレーニングは4月13日以来49日ぶりとなりました。再スタートを切ったチームを指揮するペトロビッチ監督は、7月4日に再開する J1 リーグ、およそ1ヶ月後に迫った目標へ向かう中、サポーターへの思いは、与えられた状況でしっかりそこに 100% を望めるように準備したいと思いますし、まあ、無観客試合になると思いますけど、まあ、その画面越しでも皆さんに、ね、熱だったり自分たちのサッカーが伝わるようなプレーをしないといけないなというふうに思います。まずは北海道コンサドーレ札幌、およそ1ヶ月ぶりに始動です。昨日サッカーの J1 リーグの再開が決定してから初めての全体練習を行いました。4月13日以来49日ぶりにチーム全員が集合したコンサドーレ、選手たちはチームメイトと久しぶりに再会した中で体を動かしました。今日天気も良かったですし、みんな集まれて雰囲気も良かったですし、まあ、すごい嬉しい気持ちになりました。チャナと会った時のやっぱチャナの笑顔がね久しぶりに見れたんで僕的にもすごい嬉しかったです。まあ、与えられた状況でしっかりそこに 100% を望めるように準備したいと思いますし、まあ、無観客試合になると思いますけど、まあ、その画面越しでも皆さんに、ね、熱だったり自分たちのサッカーが伝わるようなプレーをしないといけないなというふうに思います。Ah gut, ja, es war für mich echt, ich habe auch bei Meeting zu Spieler gesagt, dass ich bin sehr glücklich. Das ist meine Kinder nach langer Zeit zu sehen, nach langer Zeit Möglichkeit zu haben, mit diesen zu reden. Aber gut, erste, was ich wollte zu sagen, unsere Sabota fehlt in dieser Zeit wie meine Spieler. Weil unsere Sabota sind unsere zwölfte Spieler.一方、荒野選手が北海道のフードロス問題を解消するために始めた取り組み、フードレスキューヒーローが
レスキューヒーローに変わることも発表されました。コンサドーレ以外の J リーガーも加わり、今後は活動範囲を全国に広げ、医療支援や人道支援の活動も行っていくということです。一人でも多くの方を全国でレスキューしていければいいなっていうふうに思っているのと、いろんな選手が賛同して活動に参加してくれてると思うんですけど、手を挙げてくれる選手っていうのはどんどん巻き込んで一緒にいい活動を作っていきたいなと思っています。チームでは僕は札幌のエンジンって呼ばれてるんですけど、僕が止まったら止まってしまうと思っているんで、ちょっとそこは僕が積極的に引っ張っていこうかなとは思ってますけど、はい、スタートした時は北海道のフードロス問題に関するこうレスキューということだったんですけれども、川野さん、この規模が全国に広がったということなんですね。もう札幌のエンジンというか、もう日本のエンジンみたいな、ね、状況になってきてますよね。すごい行動力だと思うんですよ。人道支援という話もあったんですけれども、まあ、高校サッカーのインターハイなども中止になってしまって、選手の皆さんが、ね、ちょっとモチベーションどこにこうぶつけたらいいかというところもあると思うんですが、その選手の皆さんに励ましのメッセージを新野選手がオンライン上で送ったと、そういった活動も、ね、しているということです。今後も新野選手のレスキュー活動に皆さん注目です。おとといから練習を再開したコンサドーレ、昨日の練習を終え、菅野選手と鈴木武蔵選手がオンライン会見に登場しました。まあ、本当に幸せ感じてすごくトレーニングできてますし、1日月曜日、久しぶりにチームメイト全員が集まり、全体練習を再開させたコンサドーレ。実はこの日、全体ミーティングで監督から今シーズンの目標について大事な話がありました。まあ、もうその上2つを狙うことによって天皇杯にも出れますし、そして来年の ACL にもつながるということで、まあ、本当に上2つだけを狙っていこうと、それができる僕たちはチームだしということをまた再確認して、新しい景色を見るため鈴木武蔵が意気込みを語りました。観戦ができるようになったときに、また素晴らしいパフォーマンスが出せるように、それまで観客の中でも全力でトップを目指してやっていきたいと思います。はい、J リーグの再開は来月の4日となっています。変わってはコンサドーレ、昨日は全体練習再開後初めてとなるゲーム形式での練習が行われました。ペトロビッチ監督が見守る中、汗を流した選手たち、福森選手はボールを蹴ることができる喜びを感じているようです。まあ、率直な感想は楽しかったなと、対人ができる環境になってくれたのも良かったなとは思っています。5周っていうのは長いようで短いと思うので、コンディションという部分をしっかり上げていかなきゃいけないのかなっていう募集ですかね。今日は紅白戦を行う予定のコンサドーレ、7月4日のリーグ戦再開へ向けてチーム力を高めます。北海道コンサドーレ札幌です。今日は全体練習再開後初めての紅白戦が行われました。今週月曜に全体練習を再開して4日目、試合感覚を取り戻すために行われた紅白戦では、選手たちは頻繁にコミュニケーションを取りながら自粛期間を感じさせない動きを見せます。後半にはチャナティップが強烈なミドルシュートを決めるなど、変わらぬ好調ぶりを見せ、久しぶりのゲームを楽しみました。この日は前後半合わせて60分、徐々にコンディションを高めつつ、ちょうど1ヶ月後のリーグ再開に合わせていきます。本当に久しぶりだったので、体もびっくりですし、ここからはちょっと集中してというか、怪我はちょっと気をつけないといけないのかなっていうのはちょっと今日やってやっぱまた思ったので、キャンプをもう一回やるっていうイメージでちょっとやらないとダメなのかなと思いました。そのコンサドーレなんですが、全道一丸で乗り越えようと題したクラウドファンディングを立ち上げます。協力してくれた方にはコンサドーレのスポンサー企業からプレゼントが贈られます。今日夜8時に特設サイトがオープンする予定です。以上スポーツでした。コンサドーレ情報です。昨日は実に75日ぶりとなる実戦が行われ、主力選手が見せました。全体練習再開4日目で本格的な実戦モードに突入したコンサドーレ、昨日は30分2本の紅白戦を行いました。
75日ぶりにグラウンド全面を使っての試合で先陣を切ったのは今シーズン加入したブラジル出身ドウグラス・オリベイラ。キーパーをかわしゴールを決めると、昨シーズンリーグ戦に31試合出場したルーカスが連携プレーでゴールを決めます。さらに昨シーズン9ゴールを挙げたチーム最年長ジェイもゴールネットを揺らすなど、1ヶ月後に控えたリーグ再開に向け着々と準備を進めています。いや、健作さん、久しぶりの実戦となりましたが、はい、選手たちの表情そして動きどうご覧になりましたか？やっぱり練習の中でこの紅白戦っていうのが一番楽しいんですよ。本当みんなの表情を見ても生き生きしてますし、いや、 やっぱりこれだよね、最高だよねってこう噛み締めながらプレーしてるなっていうのは感じますよね。選手一人一人の喜びも感じられますよね。そして来月4日に J1 リーグは再開となりましたが、はい、J リーガーの皆さんもようやく一つ目標が出て、これから徐々に上げていく段階でしょうか？そうですね、やっぱりブランクはあるので、いかにしてその試合感、その試合の体力もあるので、そこを取り戻す作業ってなってくるんですけど、まあ、一番は焦ってはほしくないですよね、うん、怪我は心配なので、はい、そこはじっくりやってほしいですし、もうサポーター、ファンの人がもううずうずしてますよね。本当そうですね。そこはもうみんなも僕らも含めて焦らずに準備していきましょう、はい。リーグ戦再開までおよそ1ヶ月、選手たちは徐々にギアを上げていきます。今朝も健作さん、ご自宅からどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。昨日は全体練習再開後初めてとなる紅白戦を行いました。今週月曜に全体練習を再開し4日目、試合感覚を取り戻すために行われた紅白戦では、選手たちが頻繁にコミュニケーションを取りながら自粛期間を感じさせない動きを見せます。後半にはチャナティップが強烈なミドルシュートを決めるなど、変わらぬ好調ぶりを見せ、久しぶりのゲームを楽しみました。この日は前後半合わせて60分、徐々にコンディションを高めつつ1ヶ月後のリーグ再開に合わせていきます。本当に久しぶりだったので、まあ体もびっくりですし、ここからはちょっと集中してというか、怪我はちょっと気をつけないといけないのなっていうのはちょっと今日やってやっぱまた思ったので、キャンプをもう一回やるっていうイメージでちょっとやらないとダメなのかなと思いました。はい、今なかなかね、他のね J リーグのチームと試合ができないという中で、まあ、貴重な実戦となりましたね。そうですね、来月4日の開幕ということにね、はい、J1 再開ということに J1 リーグはなりますけど、うん、コンサドールの選手の皆さん、自粛期間にもたくさんオンラインインタビューにも答えてくれましたし、はい、今シーズンはより一層応援したくなりますね。そうですね、だんだんと選手たちのギアも上がってきています、うん、チームは明日から2部練習を予定しております。開幕に向けてさらに追い込み、準備を進めていきます。さあ、コンサドーレの皆さんですが、今日から全体練習を行う予定です。7月4日に J リーグの再開が決まりました。コンサドーレも全員集合で今日から全体練習です。初夏の陽気に包まれた宮の沢に選手たちの明るい声が戻ってきました。7月4日に公式戦の再開が決まり、コンサドーレは今日49日ぶりに全体練習を再開。およそ2時間にわたり汗を流しました。ペトロビッチ監督も久しぶりのチームでの活動、毎日自炊をして過ごしていたというステイホーム期間を笑顔で振り返りました。うまくできたんじゃないかなと思いますけど、再開初戦は無観客で実施。それでも自分たちが北海道を元気にと話す選手たちは、新たな戦いに向け気持ちを熱くしています。みんな顔を合わせてまたね、ここから戦っていくっていう、気持ちになりましたし、画面越しでも皆さんに、ね、熱だったり自分たちのサッカーが伝わるようなプレーをしないといけないなというふうに思います。はい、スポーツです。7月4日に再開を決めた J1 リーグ、今後ですが、新型コロナウイルスの感染予防対策としてこういったことを挙げています。少なくとも再開初戦は無観客で実施、
そして当面は移動距離が短い少ない対戦カードが組まれる予定です。さらに選手、スタッフ、審判全員にPCR 検査を行う予定なんです。しっかりと対策を行った上で再開されることが決まっています。そして気になるのは対戦カードとかいろんなことがあると思いますが、サッカーご意見番堀さん、はい、これが決まった時はどうでした？もうね、サッカーのある日常が戻ってきたのです。とっても嬉しいんですけど、一方で今年無観客試合と多分その後も人数制限されるんだと思うので、はい、そうすると実際見に行く機会は今年、うん、まあ、残念ながら少ないのかなと思うので、うん、どうやって、まあ、例えば中継映像を見ながら応援の仕方あるのかなと、はい、例えばダイレクトにね、うん、自分が例えばチャットみたいにパソコン上で打った声が電光掲示板に反映するとか、はい、あとサポーターの、ね、写真パネルとかをね、はい、スタジアムに設置するとか、うん、まあ、それこそ声が直接スタジアム流れるとか。いや、スタジアム DJ もだからどうするのかなと思いまして、うん、リモートで私も叫ぶことになるのかなとかいろんなことをちょっと考えます ね。どういう応援があるのか、うん、まあ、再開するにあたって、まあ、また、まあ、相手チームとも、まあ、チームメイトとも楽しく、まあ、熱い試合ができるのをすごく楽しみにしてます。無観客でも本当に熱くてワクワクするような試合を、まあ、絶対したいので、まあ、テレビの前でそこは応援よろしくお願いします。いや、もちろんスタジアムには行きたいですけれども、うん、始まってくれるということでワクワク。白井さん、本当に野球も含めてスポーツ界全体が動き出しましたね。もうスポーツを通してね、多くの人にやっぱり元気を与えてほしいですよね。はい、いや、まあ、こういったプレー、そしてコンサドーレなんとか、はい、タイトルっていうものもね、今シーズンは期待したいですね。そうですよね、はい、対戦カードは15日に発表される予定です。またコンサドーレは今日から全体練習を再開する予定です。はい、白井さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。J1 リーグの再開が7月4日に決定です。これを受けてチャナティップ選手が意気込みを語りました。老早มาแต่มกรา ไม่ได้แข่งเลย ก็อยากแข่งนะ อยากแข่ง7月4日に再開が決定したサッカー J1 リーグ、およそ5ヶ月ぶりとなる試合にコンサドーレチャナティップ選手はどんなプレーを見せてくれるのでしょうか。ก็อยากประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยอยากได้แชมป์อยากไป AFC นะแล้วก็ตัวเราเองก็อยากทำสถิติให้มันดีขึ้นมินาซาอิสมุโอเอ็นชนะเนะคุณตัวอาริกาโตโกเซมะไลเกสึเนะชิไออารุมาตะโอเอ็นชิเตะคุเรเรบะอุริชิเดะเนะยูโรชิโกนะครับ今気をつけて手洗いうがいり迂回は力を合わせて頑張りましょう。はい、 J1 リーグ再開も決定したということでワクワクを、ね、抑えられてない方いらっしゃるんじゃないでしょうか。はるかちゃん、どうですか。はい、そうですね、チャナティップ選手が今また応援してくれたら嬉しいって言ってたんですけども、喜んで応援します。もうワクワクしてます。まだね、無観客ということでテレビの前での観戦にはなるんですけど、うんうん、何でしょう、久しぶりにこうコンサドーレのある週末が戻ってくるということで、もう今からちょっとドキドキしてますね。もうはるかちゃんにとってもこう、うん、応援したいこの気持ちっていう、今までやり場がなかったと思うんですけど、やっぱり再開するの本当に嬉しいですもんね。そうですね、ちょっともうテレビの前でユニフォーム着て応援しようと思います。ね、しばらくは無観客ということですけれども、はい、応援隊長と一緒に皆さんもテレビの前でユニフォームを着てぜひ声援を、ね、たくさん送ってほしいと思います。はい、来月ね、試合ある、また応援してくれれば嬉しいですね。よろしくお願いします。今気をつけて手洗い、うがい、うがいは力を合わせて頑張りましょう。はい、 J1 リーグ再開も決定したということでワクワクを、ね、抑えられてない方いらっしゃるんじゃないでしょうか。はるかちゃん、どうですか。はい、そうですね、チャナティップ選手が今また応援してくれたら嬉しいって言ってたんですけども、喜んで応援します。もうワクワクしてます。まだね、無観客ということでテレビの前での観戦にはなるんですけど、うんうん、
なんでしょう、久しぶりにこうコンサドーレのある週末が戻ってくるということで、もう今からちょっとドキドキしてますね。もうはるかちゃんにとってもこう、うん、応援したいこの気持ちっていう、今までやり場がなかったと思うんですけど、やっぱり再会するの本当に嬉しいですもんね。そうですね、ちょっともうテレビの前でユニフォーム着て応援しようと思います。ね、しばらくは無観客ということですけれども、はい、応援隊長と一緒に皆さんもテレビの前でユニフォームを着てぜひ声援をねたくさん送ってほしいと思います。はい、さあコンサドーレの皆さんですが、今日から全体練習を行う予定です。7月4日に J リーグの再開が決まりました。コンサドーレも全員集合で今日から全体練習です。初夏の陽気に包まれた宮の沢に選手たちの明るい声が戻ってきました。7月4日に公式戦の再開が決まり、コンサドーレは今日49日ぶりに全体練習を再開。およそ2時間にわたり汗を流しました。ペトロビッチ監督も久しぶりのチームでの活動、毎日自炊をして過ごしていたというステイホーム期間を笑顔で振り返りました。うまくできたんじゃないかなと思うんですけど、ペペロンチーノと再開初戦は無観客で実施。それでも自分たちが北海道を元気にと話す選手たちは、新たな戦いに向け気持ちを熱くしています。で、みんな顔を合わせてまたね、ここから戦っていくっていう、気持ちになりましたし、画面越しでも皆さんに、ね、熱だったり自分たちのサッカーが伝わるようなプレーをしないといけないなというふうに思います。はい、スポーツです。7月4日に再開を決めた J1 リーグ、今後ですが、新型コロナウイルスの感染予防対策としてこういったことを挙げています。少なくとも再開初戦は無観客で実施、そして当面は移動距離が短い。監督が見守る中汗を流した選手たち、福森選手はボールを蹴ることができる喜びを感じているようです。まあ、率直な感想は楽しかったなと、対人ができる環境になってくれたのも良かったなとは思ってます。5週っていうのは長いようで短いと思うので、コンディションっていう部分をしっかり上げていかなきゃいけないのかなっていう5週ですかね。今日は紅白戦を行う予定のコンサドーレ、7月4日のリーグ戦再開へ向けてチーム力を高めます。北海道コンサドーレ札幌です。今日は全体練習再開後初めての紅白戦が行われました。今週月曜に全体練習を再開して4日目、試合感覚を取り戻すために行われた紅白戦では、選手たちは頻繁にコミュニケーションを取りながら自粛期間を感じさせない動きを見せます。後半にはチャナティップが強烈なミドルシュートを決めるなど変わらぬ好調ぶりを見せ、久しぶりのゲームを楽しみました。この日は前後半合わせて60分、徐々にコンディションを高めつつ、ちょうど1ヶ月後のリーグ再開に合わせていきます。本当に久しぶりだったので、体もびっくりですし、ここからはちょっと集中してというか、怪我はちょっと気をつけないといけないのかなっていうのはちょっと今日やってやっぱまた思ったので、キャンプをもう1回やるっていうイメージでちょっとやらないとダメなのかなと思いました。そのコンサドーレなんですが、全道一丸で乗り越えようと題したクラウドファンディングを立ち上げます。協力してくれた方にはコンサドーレのスポンサー企業からプレゼントが贈られます。今日夜8時に特設サイトがオープンする予定です。以上スポーツでした。コンサドーレ情報です。昨日は実に75日ぶりとなる実戦が行われ、主力選手が見せました。全体練習再開4日目で本格的な実戦モードに突入したコンサドーレ、昨日は30分2本の紅白戦を行いました。75日ぶりにグラウンド全面を使っての試合で先陣を切ったのは、今シーズン加入したブラジル出身ドウグラス・オリベイラ。キーパーをかわしゴールを決めると、昨シーズンリーグ戦に31試合出場したルーカスが連携プレーでゴールを決めます。
さらに昨シーズン9ゴールを挙げたチーム最年長ジェイもゴールネットを揺らすなど、1ヶ月後に控えたリーグ再開に向け着々と準備を進めています。いや、健作さん、久しぶりの実戦となりましたが、はい、選手たちの表情、そして動き、どう